観光情報番組読みたんラジオ、Presented by FM 読みたん。読みラジスタート。2013年11月22日金曜日、時刻は9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ、本日のナビゲーター私正也でございます。読谷村、日本一人口の多い村まであと40日。読谷村、日本一人口の多い村まであと40日となっております。沖縄県中上郡中部に位置する読谷村、沖縄県41の市町村がございますけれども、その41の市町村の中にここ読谷村がございます。その読谷村、来年1月に人口日本一多い村として任命されますけれどもね、人が集まってくる村、人が読谷村の魅力を感じて集まってくる村、日本一人口の多い村まで残り40日となっております。いい朝迎えてますか。いい秋晴れが広がっております。本日の読谷村高志穂にございます体験王国紫村サテライトスタジオでございます。1122、11月22日、ゾロ目が揃う日ですね。11月22、いい夫婦の日だそうですよ。皆さん、いい夫婦してますか。いい夫婦をしようとしてますか。これから迎えるんですか。継続中ですか。そんなことはどうでもいいんです。今あなたが楽しめればそれでいいんです。今からどちらにお出かけでしょうか。このいい夫婦を利用してね、お出かけする方、もしくはこのね記念日を利用してね、付き合った記念日だったり、なんか婚姻届を出した日とかね、結婚記念日なんていう方も多いんじゃないでしょうか。今からそういう予定している方もいるんじゃない。そういう記念日を利用してお出かけする、素敵なことですね。沖縄へようこそ。旅行を、旅を楽しんでいただきたいと思います。最近は沖縄のこの天気も晴れの日が続いてますけども、気持ちのいい天気の下であればね、あなたのこの笑顔がまた増えると想像できますけども、もっとさらに笑顔が増える番組がこれ、この番組、観光情報番組読谷ラジオでございますよ。もう読谷村のいろんな情報をこの1時間でがっつりお伝えしていくんですけども、この後の番組の流れをちょこっと紹介しましょうね。この後ドライビングナンバーをお届けして、その後に天気予報をお伝えします。
CM を挟みまして、 CM 宛て読谷なんでも調査団のコーナーをお届けしますよ。本日の読谷なんでも調査団は、読谷荘23のあざの一つにあるキナにあるですね、歴史を刻む琉球王国時代の宿場町というキナ番所のご紹介をしていこうと思っております。詳しくは後ほどのコーナーで、ね、流しますので楽しみにしていてください。その他、読谷出身アーティストでは民謡をこよなく愛する男、テルヤタケシさんの曲を紹介していきます。まあ、その他、体験王国紫村さんの情報も、まあ、がっつりとお届けしていく番組でなっております。紫村さんの情報は9時30分の CM 明け頃に予定しておりますよ。ガイドブックに載っている情報はもちろん、ガイドブックに載っていない情報も一緒にこの1時間お届けしていきますので、この情報をもとに皆様が読谷荘に足を運んでいただけたら幸いでございます。本日のナビゲーターは私、まさやでございます。観光情報番組読谷ラジオ、本日のドライビングナンバー、ね、なんか秋晴れの下でこういう曲を聴くと車で打てる風も気持ちよくなったりするんじゃない、ね、この曲を聴いて読谷荘に足を運んでいただけたら幸いですよ。お届けしましょう、シャンシャイ台風、愛より青い海。なんかいいんじゃないこの雰囲気の曲、なんか沖縄に来てそういう、ね、ノリノリな曲を聴くと気分もワクワクしてしまわないでしょうか、ね、素敵な一日を過ごしてください。観光情報番組読谷ラジオ、本日のオープニングナンバー、ドライビングナンバー、シャンシャイ台風の愛より青い海でした。観光情報番組
読谷ラジオをお送りしております。時刻は9時9分になっておりますね。まあ、1日のこのお出かけの際に気になるのがこの天気ということで、はい、ここで天気予報をお伝えしましょうね。まずは天気概況からです。沖縄本島地方では22日は空気が乾燥する見込みです。火の元、火の取り扱いに注意してください。沖縄本島地方や先島諸島は気圧の谷の影響で曇っており、弱い雨が降っているところもありますね。なんか雨が降るところもあるんだね。そうか。沿岸の海域は八重山地方で波が高くなっており、宮古島地方でも次第に波が高くなる見込みです。沖縄本島地方での沿岸の海域でも波がやや高いでしょう。本日の、天気予報、いい夫婦の日22日、北東の風のちやや強く曇り、波の高さは 1.5 メートルとなっております。本日の日中の最高気温23度、本日の降水確率は午前午後 10% と出ております。本日の放送もここ体験王国紫村読谷村高志穂にございます。 FM 読谷のサテライトスタジオから生放送でお送りしておりますけれども、このサテライトスタジオから見える上空は青空が広がっておりまして、先ほどから太陽が、ね、顔を覗かせてますけれども、今皆さんはどちらでこのラジオを聞いてるんでしょうか、ね、まあ雨の心配はないのかなとは思うんですけども、気持ちのいいこの太陽の下での沖縄を楽しんで、そして読谷村に足を運んでいただけたらなというふうに思いますよ。さあ、ここでこのラジオを聴いている方にリスナープレゼントがございます。メモのご用意はよろしいでしょうか。リスナーさん、すべてのリスナーさん、まあ、沖縄に来ている方、このラジオを聴いている方、すべての皆様にリスナープレゼントがございますよ。まずは沖縄コカ・コーラさんからのプレゼント、これ沖縄限定のオリジナルデザイン缶をですね、3本をワンセットにした商品を2名にプレゼントいたします。沖縄コカ・コーラ商品のですね、沖縄限定のオリジナルデザイン缶3本をワンセットにした商品をなんと2名にプレゼントいたしますよ。これ本土では売ってない、もちろんこの柄もね、沖縄ならではのシーサーだったり、まあ、海の生き物がデザインされているコカ・コーラさんのオリジナルデザイン缶となっております。これね、なかなか手に入らないと思うので、ぜひゲッツして、ね、あなたの住んでる地元の方にでも自慢していただけたらなというふうに思いますよ。2名にコカ・コーラさんの商品をプレゼントいたします。そしてもう一つ、沖縄の、まあ、特産品を扱うですね、沖縄総合食品、沖縄ハム総合食品株式会社沖ハムさんからのこちらもリスナープレゼントでございます。沖縄の郷土料理豆腐用に使われている、鮮やかな紅色をした食品原料紅麹を使用した製品、こちらに昆布と、ミミガーというですね、沖縄のこの料理を混ぜ込んだ珍味となっております。こちらを2名に、こちらも2名にプレゼントいたします。ミミガーというのはですね、豚の耳の皮のことをミミガーと言いますけれども、こちらの商品、非常にご飯の上にちょこんと乗せていただくだけでご飯が進む、商品となっております。でまたお酒を飲まれる方、ね、お父様方には非常に酒のつまみに最適な商品となっておりますよ。さあ、先ほどの沖縄コカ・コーラさんからのオリジナルデザイン缶、そして沖ハムさんのこの耳が昆布の紅麹の珍味、どちらも2名ずつ、はい、皆様にプレゼントいたします。メモのご用意はよろしいでしょうか。まずは電話番号伝えておきましょうね。電話での受け付けも OK ですよ。 FM 読谷電話番号がいいですか、098-958-7860 098-958-7860、そしてメールでも OK です。メールアドレスがすべて小文字 FM786 @
fmyomitan.co.jp fm786@fmyomitan.co.jp となっておりますよ。電話メールで応募される方、お名前と電話番号を忘れずにお伝えください。当選者には私から折り返し電話をしますのでね、どしどしご応募くださいね。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、大天王国紫村、他各社の提供でお送りします。さあ CM を挟みまして、読谷なんでも調査団、読谷なんでも調査団、本日はキナバンジョのご紹介ですよ。最後までお聞きくださいね。観光情報番組読谷ラジオをお送りしておりますよ。本日の放送も読谷村高志保にございます大天王国紫村サテライトスタジオから生放送でお送りしております。先ほど CM に入る前にリスナープレゼントお伝えしました。沖縄コカ・コーラさんより沖縄限定オリジナルデザイン缶の3本をワンセットにした商品を2名、そしてオキハムさんからのリスナープレゼント、沖縄の郷土料理豆腐用に使われている鮮やかな紅色をした食品原料紅麹に昆布とミミガー、ウチナー料理のミミガーを、混ぜ込んだ珍味、こちらも2名にプレゼントということで皆様にお伝えしましたけども、もう一度、応募宛先伝えておきましょう。電話メールどちらでも構いません。もう一度電話番号を言っておきましょうね。よろしいでしょうか。098-958-7860 そしてメールがすべて小文字 fm786@fmyomitan.co.jp すべて小文字 fm786@fmyomitan.co.jp までどしどしね、皆さん応募していただきたいと思いますよ。その際にはお名前と連絡先を忘れずに、お伝えくださいね。
ねえ、何して遊ぶ？何がいい何がいい何がいい、じゃあ缶蹴りしようぜ。やだやだやだ。じゃあ何すんだよ。ラジオラジオラジオ。ラジオ何聞くの？読みラジだよ。何それ、読みラジ。観光情報番組読みたんラジオ知らないの？マジ今から聞く聞く。観光情報番組読みたんラジオ。読みたん、なんでも調査団。さあ、読みたん、なんでも調査団のコーナーでございます。どこにでもある、でもそこにしかない、読みたんラジオから始まる発見と触れ合いということで、読みたん23の、あざがございますけども、その23のあざ、どのあざに行っても非常に魅力あふれるあざが詰まっております。そういうあざを一つ一つ調べて、ね、動くにはあまりにも広すぎたり、情報をどこでゲットしたらいいのかわからない、そういう方々におすすめするのが、ここ読谷村には読谷村観光協会が発行している読谷村大鳥マップというものがございます。ここ読谷の人はとにかく読谷が大好き、自分たちの地元が大好きと。で、地元沖縄県民の方でも気になるのがここ読谷村ということで、そういう方々に読谷のどんなところが好きですか、どういうところが気になりますかと作ったのが読谷村大鳥マップという地図がございます。読谷の23のあざの、至るところに、例えば飲食店だったり工房だったり、お買い物ができるショップ、その他、まあ、ビーチだったりね、文化財、まあ、展勝地、いろいろあるわけなんですけども、今日はその中に、載っているひな番所のご紹介をしていこうと思っておりますよ。まあ、こちらお聞きください。ダンソンひな区にございます、ひな番所にお邪魔しております。ひな番所、ここはどういうところなのか、そしてひな番所とは何なのかをですね、インタビューしていきたいと思います。この場所で案内を務めているこの方からお話を聞いていこうと思います。自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは。はい、ひな番所で常駐の観光案内人を務めています石峰愛羅と申します。はい、今日は観光案内人の石峰愛羅さんからひな番所についていろいろとお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、愛羅さん、よろしくお願いします。はい、こちらこそ。愛羅さん、ひな番所についての、まあ、インタビューの前に、はい、観光案内人っていうのがちょっと今、はい、私の中で何だろうというふうに思った部分があるんですけど、はい、観光案内人というのは読谷村の観光案内人ということで派遣されているということなんですか？はい、そうですね。ご覧のように、うん、こう壁には展示パネルなどもありますので、はいはい、それに沿って読谷村のいろんな情報をこちらの方から発信しているという施設になって、はあ、それで、モニターなどがありませんので、お客様に直接、はい、お話を生の声でご案内をしているという、はあ、その仕事をしているのが案内人ですね。実際にパネルを押して音声が流れるっていう施設はまあ多くあるんですけど、はい、そうではなく愛羅さんから直接説明を受けて、はい、あ、そういう場所だよということで分かっていただいて、はい、ね、逆にその方がなんか、はい、しっくり入ってくる感じはしますね。はい、もちろんです。はい、もう9年になりますけど、たくさんのリピーターが増えまして、あ、ね、お友達もたくさんできました。それは全国から？そうです、全国ですね。まあ、県内もそうだと思うんですけども、はい、そういうひな番所、はい、さあ本題に入っていきたいと思いますけども、ひな番所とはどういう場所なのかの説明をまず愛羅さんにお願いしたいんですけども、まずですね、はい、琉球王朝時代の役場のような役割をしていた場所だと、うん、考えていただいたらいいかと思います。琉球王朝時代、はい、15世
期頃ですか、琉球王朝。そうですね、450年間、はい、一つの独立国を形成していた時代を、はい、琉球王朝時代と言ってますが、はいはい、その時に置かれた役場のことを番所というふうに呼んでいたそうです。なるほど、はいはい、それで、まあ、キナ番所ということはこちら読谷村のキナにそうですあった跡地、はい、そうです。なるほど、戦前までこちらが読谷の行政の中心地であった、はい、ユンタン座村役場ということになりますね。戦前までに浜で役場だったところなんです。はあ、実際にこの場所は何だろうというふうに、まあ、観光で訪れた方が入って知る、うん、で、組織我々も、まあ、私同じこのキナの区民ではあるんですけども、うん、はい、キナ以外の区民の方が読谷村に住んでいながら知らない部分というのも実際にあると思うんですけども、はい、ここが、もともとは役場の跡地、はい、そうですね、琉球王国時代の役場の跡地だったというのはそんなに知られてない部分があるんですけども、うん、実際にこういうふうにして訪れた方にアイラさんから直接お話を聞いて、うん、はい、まあ、あ、そうなんだということでまた別の人に説明したりして、はい、じゃあ今度は私が行ってみようというふうにつながりで、まあ、訪れてくる人もいると思うんですけども、実際にこの役場として活用されたキナ番所戦前にあったというお話だったんですけども、役場という今の我々現代使われている役場との違いというのは何かありますか？そうですね、これだけのわずか40坪の建物なので、あ、はいはい、おそらく大きさもじゃあそのまま、そうです、今あるキナ番所のはい、この大きさで、はい、中はあの再現というふうな表現をしているんですが、はい、外観はあの 100% ではなくて限りなく近い状態での復元というふうな話をしています。じゃあ面積自体も、はい、まあ、全部が全部復元しているわけではないんですが、うん、広さ的にはだいたいこれぐらい、はい、40坪はあっただろうということで、なるほど、その大きさで建物が作られています。で、実際にここで何か、まあ、道を通るための許可書とか、それはですね、はい、本土の方では関所というふうな意味合いの番所という呼び方だったそうですけど、はい、まあ、琉球王朝に関しては、はい、関所ではなくてあくまでも役場の役割としての番所と位置づけて、はあはあ、じゃあそれとはまた別になるってことなんですね、はい、そうですね、はあ、実際にじゃあ、まあ、当たってるかどうかわからないんですけど、はい、まあ、気軽に寄れるというかそんなに硬くない場所っていうふうに考えていいんですか、うん、そうですね、でも外観からして、はい、お客様がここに入ってくるときは、うん、非常に入っていいものかどうか、あ、やっぱ悩みながらこういらっしゃいます。なるほど。昔はどういう施設なんだろうかということをね、うん、こう考えながらいらっしゃるんですけどね。ちょっとじゃあ見よう。さあ、お送りしておりますのは読谷村キナにございます。キナ番所のご紹介として、そちらで、はい、まあ、案内人を務める石峰愛良さんからお話を聞いてますけども、なるほど、ね、本当に琉球王朝時代の中に入っていらっしゃる、ね、本当に昔、栄えたその時代のですね、役場として利用された場所、こちらが読谷村のキナという、あざにございます。58号線沿いに面しているのですぐに分かるんですけども、那覇からお越しの方は、キナの道の駅と検索していただければ、その道の駅駐車場隣にございます。読谷村のキナにあるキナ番所、まあ、役所として栄えた場所、設置されたところで、昔は政治行政の中心地として栄えた地域でした、はい、この首里城政府とのまたこの架け橋としてもいろんな方がそこで、利用されたという場所でございます。で、この場所なんですけども、読谷村のいろんな、この名勝地を音声案内ガイド案内で聞ける装置もございます。情報検索機器なんかも設置しておりますので、ここに来て読谷村のどこの場所に行こうと探すことも可能ですので、ぜひ訪れていただきたいというふうに思いますよ。
以上、本日の読谷なんでも調査団ギナ番所のご紹介でした。いやな、夢の国に来たつもりだったけど、な。アイアーナ、夢の国に来たつもりだったけど、なんでここどこになってんのこれ。あれ、なんで、いや、僕ミッキーだよ。あれ、あんたミッキーマスじゃないか、なんでこっちにいるの。いや、僕ミッキー、みんな聞いてる観光情報番組、読谷ラジオだよ。何、読谷ラジオ。そうだよ、みんな聞いてる。アイアーナ、ミッキーマウスも聞いてるよ、みたいなラジオ、みんな聞くんだよ。ミッキーマウスも聞いてるよ、みたいなラジオ、みんな聞いてますか。今どちらで聞いてるんですか。車でですか、ご自宅でですか、職場でですか。いろんな情報をお伝えしていきますよ。さあ、本日の放送もここ体験王国紫村サテライトスタジオから生放送でお送りしております。さあ、時刻は9時、もう間もなく32分になろうとしております。続いてはこのコーナーです。あなたも沖縄を体験、紫村情報。華やかな王朝時代を築いた15世紀頃の町並みを再現してある場所、32の工房、その中に101の体験ができる場所を完備してあるのがここ、楽しいがいっぱい体験王国紫村でございます。魅力あふれる昔の沖縄と今の沖縄を同時に味わえる場所、それがここ体験王国紫村でございます。一緒にこの紫村情報を伝えていただくのは、紫村が生んだ歩くイケメン、咲かぬなら咲かしてみせよイケメンがこの方です。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。はい。はいって国吉潤さんです。はい、体験王国紫村、国吉潤でございます。よろしくお願いします。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。潤さん、寒くなったんじゃない。そうですね、だいぶ沖縄も冬らしくなってきましたが、ね、
はい、あの今の紫村結構修学旅行生の皆さんが、うん、多いね、はい、訪れてるんですけども、結構ねあの東北寄りのから来られる方々もいらっしゃるんですけども、あ、そうなんだ、はい、今時期結構です皆さん、あの爽やかとか涼しいとかおっしゃるんですよ。そうだよね、はい、本土で雪降ってるからね。そうなんですよ、出るとき雪降ってましたとかですね、あの言われるとなんか寒い寒い言ってられないなっていうのを、ね、足行った貧弱やるやっぱまだまだ沖縄、あ、皆さんからしたらあったかいんだなという。そうだよね、はい、確かにね、なんかさ、うん、あったかく感じるのはもちろんその気候とかもあるはずだけど、はい、沖縄独特のこの青空と広がる海を見ると、ね、なんかどことなく暖かく感じてしまうのもあるのかな。そういう、そうですね、いろんな要素が入って皆さん、あのとても沖縄を好印象に、はい、思ってなるんでしょうね、はい、やるので、やっぱ天気って大事ですね本当にね、はい、思う、はい、私も天気に左右される。そうですよね、天気で結構その地その地のイメージが、旅行行ったとしても残るよね、もうずっと雨だったよねとか、ずっと晴れで最高だったよねとかね。よかったね、今週、はい、今週というか、まあ、沖縄に今来てて、このラジオを聞いてる本土でね、旅行にいらした方、はい、ラッキーですね。この情報をもとに、ここ読谷村に足を運んでいただきたいと思います。はい、世界遺産に登録されているザキミ城跡、はい、そして焼き物、やちむんの里、そして先ほど言った海、ビーチの紹介だったり、まあ、美味しい食事ができる読谷の特産品を生かした食べ物だったり、もう漁港だったり音楽だったり人だったりいろんな要素が詰まったここ読谷村、そんな読谷村の中にある、はい、もっと楽しい体験ができる場所というのが体験王国紫村、はい、純さん、はい、冬でも夏でも春でも秋でも楽しめる体験王国紫村、はい、なんかこの時期のイベントごとっていうのとかあるんですか紫村。はい、紫村ではですね、なんと、うん、この涼しくなってきた沖縄もですね、はい、天気に左右されることもなく、なく101種類の体験が、楽しめる、うん、体験施設となっておりますので。101でしょ。はい、なので、ね、今言った、まあ、読谷のいいところありますが、うん、まあ、やちむんの里で焼き物に興味持っていただいたら、ちょっと実際自分で作ってみたいなという方がいらっしゃいましたら、こちら紫村で、はいはい、やちむんの体験が可能ですし、やちむんを体験するっていうのは実際にあのろくろを回して、そうですそうです、自分で作る、はい、自分で体験ができる、はい、お茶碗であったり湯飲みであったり、うん、そういうあの作品を作れますし、またシーサー、シーサー、沖縄だったらシーサーね、はい、シーサーも作れたりしちゃいます。はあ、はあ、はい、これ例えばじゃあそのシーサー、まあ、やちむん、はい、いろいろ作れるんだけど、はいはい、101あったらこれ以外の工房もあって体験ができると思うんだけど、はいはいはい、その他にどんなのがあるんですか。そうですね、まあ読谷にも美味しい、ご飯たくさんありますけども、うん、こちら紫村ではまた沖縄のですね、うん、伝統菓子サーターアンダギー作りとかですね。あ、その体験もできるわけ、ね、はい、そういう体験もできますそして沖縄の、名物沖縄そば沖縄そば、はい、沖縄そば県内いろんな美味しいとこありますが、うん、それを実際に自分で打って食べようという。あ、なるほど、沖縄そば地体験、ね、麺を作ると、はい、ところから実際自分でやってみてはいかがでしょうかという体験もメニューとしてございますので、注文して作られたのを食べるじゃなくて、はい、実際自分で作って食べてみる。そうなんですよ、沖縄の伝統料理の一つになってる沖縄そばを体験できたりできるんだ。そうなんです。いいね、今修学旅行生が多い話してたんだけど、はいはい、修学旅行生もだいたいそういう体験をしてるの。そうですね、はい、あの修学旅行生の皆さん今はですね、うん、結構昔は学校全体でガッと来て、みんなで何か同じものを体験するっていうですね、うんうん、はい、クラスでみんな一つのものとかも、はい、多かったんですけども、今はもう本当、まあ、紫村これだけ種類もありますので、はい、本当に自分がやりたい体験をですね、それぞれが選んで、うんうん、もう本当に一つの体験に一人二人とかですね、なるほど、こんなもう少人数からですね受け入れできる体制を紫村は整えてますので、それの受け入れが可能ですということです。純さん、こう体験王国紫村に入った瞬間、はい、園内に入った瞬間、本当にもう15世紀頃の街並みを再現してある場所というふうに紹介しているように、はい、世界が変わって本当にここで味わえる雰囲気も非常に
琉球、沖縄じゃなくて琉球を感じられる場所になってるんですけど、そうですね、またこの見晴らしというか、はいはい、全然違いますよね、その園内に入ると外から中に入ると一気に変わってしまうんですけど、はい、これ実際にそういうにして15世紀頃に琉球王国が栄えた時代を再現してあるってあったじゃないですか、はいはい、何かをもとにその町並みを再現してあるんですか。はい、そうですね、15世紀頃の、琉球王朝が栄えてた時代のですね、はいはい、町並みなので那覇のですね、首里の町並みを、こちらは再現しておりまして、なるほど、まあはい、規模的にはそれを縮小してですね、はい、再現はしてますけども、まあ、2万5000坪のですの敷地をすごいよ、ね、はい、使っておりますので、まあ、その場所雰囲気もですね、しっかり味わっていただきながらこの体験をするという形なので、うん、まあ、ただただ体験をですね、どっか建物の中でやってるっていうわけじゃなくて、そうだよね、はい、赤川の建物の中で行うっていうのをまた一つ紫村のですね強みというか紹介したい皆さんに、うん、はい、思いがございます。読谷村でこういう場所ってなかなか、まあ、なかなか多分紫村さん以外にはないと思うんだけど、なんか自然の中で、はい、なんかベンチに座って、うんうんうん、風を受けるっていうのも、はい、非常にこれ楽しみ方、園内で楽しむ一つだな、まあ、もちろんこの工房で体験するのもそうなんですけども、うん、で中にもパーラーなんていうのもそうですね、はい、食事どころ休憩する場所もです ねあるしございます。であとちょっと汗かいてしまった、今時期汗かくかわからないんですけども、はい、ちょっと暑がりさんは汗かいてしまったら、また隣にはこの純天然温水、温泉の、うん、トゴールの湯というですね、トゴール湯の湯、はい、お風呂も、ね、ありまして、あるんだよね、はい、そちらも皆様ご利用いただけます。ちなみにこのユーフル、はい、ユーフル銭湯、はい、いくらで入られる、はい、入浴料がですね500円と、うん、500円で、はい、入ることができまして、うんうん、まあ、タオルとかがなければですね、また貸しタオルでプラス100円ではありますが、はい、はい、貸し出しもできますので、まあ、デブラでも気軽に、ね、はい、いいよね。でこの園内の中にあるまた沖縄料理が楽しめるジャナテイという、はい、沖縄そばの専門店ですか、沖縄料理専門店、まあ、沖縄そばを、まあ、お昼はですね沖縄そばを中心に、うん、でまたタコライスであったり、はい、まあ、煮物とかをつけた沖縄定食であったり、うん、ご飯にジューシーがついてたりとかですね、そういうメニューも取り揃えてますし、またあとは、ね、はい、休憩ということで、まあ、コーヒーとかですね、そういうのを楽しみながら、うん、あとはまたお菓子で、沖縄お菓子でポーポー、おー、はい、沖縄のね、まあ、おやつみたいな、はい、ポーポーというのがありますが、そちらもデザートに食べれたり、うん、あとはぜんざいとかですね、ぜんざい、はい、ぜんざい、うん、まあ、夏場であればかき氷とかですね、かき氷、はい、そういうのをちょっと置いてますので、うん、お昼時間帯がずれてもですね、ちょっと休憩どころということでも、はい、利用していただいたと思います。いいよね、このメニューもさ、ちょこっとだけ載ってるやつ紹介したいんだけど、はい、まあ、沖縄料理の一つ、沖縄そばでソーキそば、はい、でテビッチ、はい、でジャナテそばっていうのもありますね、はい、でタコライス、はい、私紫村タコライス大好きなんですよ。ありがとうございます。大盛り毎回入れて食べるんですけど、ありがとうございます。飽きないというか、はい、でもっと好きなのが、はい、このジャナテで食べるそばで一番好きなのが読谷の紅豚そば。ありがとうございます。かなり大きな紅豚が乗ってますよね。そうですね、味クーターでもなく薄くもなくちょうどいい味に有名な紅豚の肉を使用させていただきまして、うん、紅豚そばということで、ちょっとまあ限定食にはなるんですけども、そうだね、限定食なんですけど、はい、だから早物勝ち、やっぱり沖縄というか、まあ、どこに行ってもそうだと思うけど、みんなご飯食べたいわけ、はい、だったら101の体験ができる場所でもありながら美味しい沖縄料理も楽しめる紫村に来て、どこに移動しなくてもその同じ場所にある、ね、はい、もうぜひ便利だよね。このもう本当多い方ではですね、体験も2つ3つとやられていきますので、うん、もう半日、もしくはもう1日かけてですね、うん、滞在していただけるお客様も多くいらっしゃいますので、本当にもう1つの村になってます、はい、ありがたいです。じゅんさん、はい、あ、行きたいな、紫村どこにあるのかな、問い合わせ先どこかなと思ってる人いる、はい、なんかビビビって今感じた、電話番号何ですか、はい、今聞こえたから電話番号を伝えて、はい、大金屋紫村お問い合わせ先がですね、098-958-1111
098-958-1が4つでございます。素敵、覚えやすい。958-1が4つでございます。じゅんさん、はい、今日いい夫婦の日だよ。そうですね、なんかいい夫婦の日にちなんで今日だってなんか紫村からボーンとサービスないの？そうですね、うん、このいい夫婦、まあ、沖縄県もですね、はい、まあ、いい夫婦で結構また今からいい夫婦がたくさんいると思うんですけど、今から新婚さんになってあら、まウェディングとして県外から沖縄に来られる人たちたくさんいると思うんですが、はい、その方々がなんと各施設でですね、はい、得られる特典をですねあるんだ今、はい、提供してまして、ハッピーウェディングということで、県外からウェディング来ましたっていう人たちは入園料がお安くなったりとかですね。あ、そうなんだ、はい、そういう取り組みを、まあ、沖縄県あ観光コミッションビューローさんがやってますので、はい、ぜひ。おお、素晴らしい。本当に今日からですね、この11月22日、はい、イーバー聞いたやすさじゅん、はい。ね、本当にこういうサービスも充実しています。大天王国紫村、ぜひ足をお運びください。問い合わせ先が 958-1111-098-958-1 が4つです。じゅんさん、ありがとう。ありがとうございました。あー、よく寝た。おはよう。おはよう、あなた。おはよう。ご飯にする？それとも決まってるだろう。観光情報番組に決まってるだろう。もう、あなたったら。観光情報番組読谷ラジオ。観光情報番組読谷ラジオ、11月22日いい夫婦の日、お届けしております。本日の放送もここ大天王国紫村から生放送でお送りしておりますけどもね、先ほどの大天王国紫村じゅんさんからの情報でね、夫婦の方もしくは今から夫婦になるよという方ね、なんかお得な特典があるということで、ぜひ紫村に来て、どうせお得でねサービスいただけるんだったらそういうにして訪れていただきたいと思います。大天王国紫村、32の工房、101の感動体験テーマパークとなっております。その他沖縄の美味しい料理もいただける場所、お問い合わせ先が 098-958-1111 098-958-1111 となっております。その大天王国紫村にね、私が今喋ってるここ FM 読谷のサテライトスタジオもございますので、ね、そのサテライトスタジオを見ながら遊びにいらしてください。さあ、もう一つお得な情報をお伝えしましょうね。読谷村の居酒屋さまさまという居酒屋がございます。さまさま、このさまさまさんからのお得な、特典情報がございます。この観光情報番組読谷ラジオを聞いて入店時に店員さんにキーワードを言っていただくだけで、
ビール、カクテル、チューハイ、ハイボール、ソフトドリンクのどちらかを1杯無料で提供いただけます。8名で行っても8名分1杯無料、20名で行っても20名分1杯無料、もちろん赤ちゃんの分まで計算されるそうですよ。ラッキーですね。考えてみてください。20名で行って20名分ビール1杯無料って、あんたどんだけ安くなりますかね。だったら様々に行って1杯無料のドリンク、もしくはチューハイ、ビール、カクテル飲んだ方がお得ですよね。その入店時に店員さんに言っていただくキーワード、こちら、お寿司のオードブル始めました、お寿司のオードブル始めましたとお伝えください。すると、なんということでしょう、ビール、カクテル、チューハイ、ハイボール、ソフトドリンク、どちらかを一杯無料でいただけます。読谷村の不動という場所にございます。那覇から国道58号線を北上していただき、イラミナ交差点の看板が見えますと、そちらを曲がっていただいて、ずっとまっすぐ進んでいただくと居酒屋様々さんがございますよ。こちらね、建物も特徴的になってますので、非常に分かりやすい場所になっておりますよね。お寿司始めました様々と言っていただくだけで一杯無料、ぜひご利用ください。さあ、読谷村、本当に来年日本一人口の多い村となりますけども、読谷村にはね、楽しいまたこの、場所もございますよ。どういう場所があるかというとですね、読谷村残波岬憩いの広場公園という場所が、残波岬灯台手前にございますけど、その手前に日本初上陸となる小型絶叫マシン、チンブルゲーラーという乗り物がございます。チンブルとは頭、ね、ゲーラーというのはぐるぐる回る、ぐるぐるという意味、チンブルゲーラーという小型絶叫マシンがございます。上下に回転しながら3種類のボタンでゴンドラを操作する仕組みとなっておりますよ。想像以上のスリルが味わえる、布袋寅泰もびっくりなスリルが味わえるチンブルデーダー、ね、またこの残波岬憩いの広場から見える西海岸、海はこんなに青いのかよと思うぐらい綺麗な海が、広がって見えますので、そちらから見る風景もいいですね。またこの夕方、夕日、沈む夕日がまた嫌い、今日みたいないい夫婦の日にお前と出会ってよかったよみたいなことを夕日を見ながら言われた日にはこれどうする。頑張ってください。そして読谷村にあるリゾートホテルアリビラさん、こちらね、中庭の方でもう始まってます、クリスマスイルミネーションが始まってますね。またこのアリビラさんの施設の中、南国沖縄を漂わせながらも、なんか時間が止まった感じの本当に上質な作りになってる、雰囲気も非常に心地よさを感じさせてくれる、癒しを感じさせてくれるアリビラさんのこのパテオ中庭でイルミネーションが彩られておりますよ。こういうね、イルミネーション見る素敵な時間をあなたの素敵なパートナーと過ごされてみてはいかがでしょうか。ホテル日光アリビラさんのこのイルミネーション、もちろん無料で見ることができますよ。ぜひ、こちらに足を運んで、また夕日が沈む時にこれを夜景も一緒に見たら、あんたもこれすごいことになりますよ。あなた、ね、参考にしていただきたいというふうに思いますよ。どちらにお出かけですか。安全運転で、ね、沖縄の旅を楽しんで、そしてここ魅力あふれる読谷村に足を運んでいただきたいとおじさんは思います。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、大天王国紫村、他各社の提供でお送りしました。読谷村高潮上空は太陽が出ております。非常に気持ちのいい、日差しが、ね、さんさんと光ってますけども、ぜひ沖縄の旅を安全運転で楽しんで、そしてここ読谷村でもっともっと楽しい、旅を旅行をしていただきたいと思います。バックで流れてるのは読谷ラジオのテーマソングでございますよ。また明日お会いしましょう。お相手はまさやでした。